こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。でー、はい、イザナギが降臨してるのでやってみたいと思います。はい、イザナギが降臨してますので、あのジュエルズの魔法学園ジュエルズのダイヤモンドというキャラクターを使って攻略をしていきたいと思います。もし当たった方いたらね、普通の進化の方使っていくんで、ぜひ使ってみてください。天地開闢の指針、超絶いくぜ。アキュン。おお、なるほどな。こんな感じか。あ、これ入りそうだね、ミカは。入るかな。意外に入れない。無念。次のダイヤモンドで入ろう。ダイヤモンドはね、結構適正なんですよ。むしろかなりの適正。こんな感じです。ラックスキル、ダメージ軽減がついて、激減ってか、ほとんど1になっちゃうんだよね、ほら、知ってる？あの、サソリみたいになるんだよ。で、最大レベル99の反射タイプで、アンチダメージゴールとアンチバープついてるっていうね。で、ストライクショットも、ザ・ゴールデン・ジュビリーっていうね。もう弱点全部出すよっていう、かなり使えるもの。で、防御力アップもついてるんで、かなり使えるんじゃないですか、本当に。超適正。こんな気がする。アイダンテクトがいるわ。お、出ないか。頼む、出てくれ。出なかった。お、トライ。1、2、3、いいよね、このダメージ。回復してアイダンに入る。あー、ダメだ、抜けてちゃった。そんなことがあっていいのかいな。これ倒しておかないとバカッとしちゃうな。よし、ラウンド2。次はダイヤモンドか。ダイヤモンドの番だから。ダイヤモンドさんは、入ってきたか。あ、入れないか。来なかったか。次が、防御力アップいいね、やっぱり。カン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 。多少はね、ダメージ与えといて。全然いい、全然いい。これで上のルシファーに当てに行きたい。そういうこと、そういうこと。先にハートにしたろうって言ってね。こっち右向かにしてやればルシファーに行きたい。オッケー、そういうこと。ダイヤモンドさん、おお、いいね、1。結構発動するね。1じゃない、毒がダメなんだ。毒がダメなのか、なるほど。覚えとこう。どうちゃった？このターンで倒しておきたい。このターンで倒しておきたいから、倒せないか。あ、次のターン、ごめん、次のターンで倒せないか。オッケー。これで倒せば、バンジョッケー。いや、バカ。もうバカかよ。危ない。おバカさん。ナスカずらすとまずいんだよね。ここでナスカがこの位置にいると、バカーンって感じになるんですよ。これナスカ一回使います。で、ゾンビ当てて、下の、右の壁に当てて、下に、下側に入って、弱点感化。あ、ちょっと角度つけすぎた。あ、大丈夫だった。結構削れたね。なんかね、一緒。で、次のダイヤモンドさんで、ルシファーに当てれば。結構ダメージいるんだね。リンゾーさんも倒すよ。ついでに倒すよーん。うお、すげえ。キンハートで。で、左側のバハムなんだよ。あ、倒せないか。無理か、さすがに。まあ、余裕だね、これはね。縦貫して倒します。なんだなんだ、結構余裕のよっちゃんな感じだ。どうしたのこれ。切り返しちゃうとしないで、これはしないよ。倒したいところだけどギリギリ倒せなかったか。無念。ルシファーに当てたいとこなんだけど、こっちでも無難に回復しとこう。倒せるか。オッケー。
オッツェイ。これ防御アップかなり有用じゃないですか、これ思ったんだけど。無難でいいね。ちょっと左上のおじさんが微妙だけど抜けたい。あ、よしよしよし、抜けた。あ、キョ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 、いいとこに行った。次の方がかなりいいですね。これだ。カンカンしながら OK。 次の方もいいですか。いいね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 。全員当てればもう勝ったでしょ。勝ちはないか。あー、うちのハムスターがうるさいぞ。どうした。みんなバラバラになってほしいけど無理か。あ、でもいいじゃん場所は。何してんだうちのハムちゃんは。ここでこいつを倒す。タタン。次はナスカ。ナスカはもう縦缶で倒せる。いいじゃんこれ。1出ちゃうか。やべえ、たまんなかった。これはダイヤモンドさんで、ダイヤモンドのストライクショットはあれか、弱点だもんな。倒して、鬼を倒して、次ワープ出てきてくれるから、ちょっと斜め気味にこれやっとけば問題はないかな。よいしょ。OK。HP やべえな。ハート。おお、すげえ、なんかよくわかんないけどすごい。これはね弱いんですよ。痛い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 。回復お願い。来ねえか。そう簡単にはうまくいかないけどな。ビヨーン。ね、怖いからもう使っちゃいます、ここで私は。怖いんですよ、本当に。山竹が一番怖くて、ここでいつも死んじゃうんですよ。いつもだけじゃないけど、結構死ぬんですよ。で、最後はどうせ山竹使わないから、山竹じゃねえ、ルシファー最後どうせ使わないから、もうここで使っちゃいます。ヘイ。やっちゃってねー。オッケーオッケーオッケー。で、次が、中ボスのあれか。キャッツか。中ボスのキャッツは、これでいい。オッケーオッケーオッケー。まあ、これ開けりゃね、どうにかなるかな。鼻が痛い。お！移動するんですよね、この人ね。あ、やべえ。なんだなんだなんだその動きは。なんだそのトリッキーな動き。トリッキーだなー。おお、いた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 。これで参ったが、食らいやがれ。次であの回復をするみたい。で、間に。あー、ちょっと変なことです。このビットンの人はどんどんなんのかな。このビットンの人はなんか動きがやばそうなんだけど、大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー、倒してないか。うわ、ギリギリ倒せなかった、やべえ。痛い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 。止めて。超絶痛いよ、それは。まあ、でもどうにかな。オッケー。いいじゃんいいじゃん、順番としては。で、こう落ちていけばいいんですよ。でもな、ナスカの位置どうなってんだこれ。まあ、いっか。予報管で降りていきまーす。完璧だね。
で爆発を避けながら、オッケー、完璧でござんすよ。これは完璧でござんす。キュルルルルルル。だから大丈夫、よし終わりでございます。ナスカが強すぎるんですよ、ここマジで。ストライクショットを使う必要なかったね、ダイヤモンド。はい、こんな感じです。横入れるからね。めちゃくちゃ強えんだ。よし、奥検知いっぱい手に入った。奥検知本当に足りない、いつも思うんだけど。よし、全部奥検知、ラッキー。これはいいね。というわけでした。以上、ゲコちゃんでした。